カヤジャムのカノム東京。バンコクの屋台にて、ホットドッグのカノム東京。ウッタラディットのフルーツフェスティバルにて、カノム東京は、薄いホットケーキでカスタードクリーム等を巻いたタイ王国のストリートスナック。豚肉やソーセージなど塩気のあるものが具材になることもある。カノム東京の歴史はおよそ30年から40年前のタイ大代丸から始まる。 タイダイマルはタイ発のデパートでオーナーは日本人であった。タイダイマルは日本の商品や食べ物、トレーディングシステムをタイに持ち込んだ。カノム東京はドラ焼きがタイ適応した結果だと言われている。甘いもの、しょっぱいもののどちらでもカノム東京の具になる。タイ語でカノムはスナックあるいはスイーツという意味を持っている。東京は日本の首都 東京都に由来する。しかし、この名前は、京都が生まって、今の名前になったものという説があり、その名前とは裏腹にこのスナックはタイが発祥である。生地は卵、小麦粉、砂糖、牛乳、重曹からなる。具材は、甘いバリエーションは、バニラクリーム、キャッサバ、パンダナスクリーム、様々なフルーツジャム、ココナッツフレーク、ココアパウダーなどが一般的。 甘くないものは、うずらの卵やソーセージにスパイスシーなソースで味付けがされるが、甘いものにソーセージや卵を追加する形のバリエーションも一般的である。ありがとうございます。